こんにちは。現実想像は想像できたらもうできているっていうね。何ができているんだっていうとこですけど、現実想像って最初自分の頭でさ、イメージできたらもう違うパラレルワールドにはその現実が生み出されているっていうことです。そう。イメージしたらもう作られてるってすごくない？で、あとはもうどうやって自分がそこのパラレルワールドに移動していくかっていう。どの周波数、そう、周波数を変えてたら、ここのパラレルワールドに行けるっていうことなんですよ。それで、あとこっちの理想がもうものすごくね、リアリティを持ってさ、リアリティを持って想像して、感情とか感覚とかも全部五感を使ってリアリティに想像して、そのねイメージが現実よりリアリティを持ってしまった瞬間に、そう、脳ってなんかイメージと現実の区別がつかないんですよ。だから脳がこっちのイメージが現実世界だってこう思った瞬間に、こっちの現実がこっちの現実にググググググって変わっていくっていう、本当にそういうもんなんです。私もね、なんかこの意識が結構ガラッと変わったのが、まあ、情報空間とかね、こういう今話したような仕組みを知ったっていうのもあるんですけど、それとね、あとずっとこう内観とかね、こうベースはあるかもしれないんだけど、でもそういうのを全部ひっくるめて、今までの経験とかが全部つながってここに来たのかもしれないけど、でも私のなんかこう意識がグワンと上がったなって思ったのは、難しいことを学んでから、あれ、本質ってもしかして、本質っていうのはなんか一番大事なのってやっぱ自分じゃんって思ったんですよね。自分の内側じゃんって。なんか必要なものって全部自分の内側にあったんじゃんって思った時があった。で、それぐらいの時に超意識がもう入ってくるようになった。入ってくるようになったっていうのは、その情報とかもそうだし、意識とかもなんかそこにこう向けるようになったら、もうどんどんこう入ってくるとかつながってくるでしょ。そしたらやっぱり自分の意識が上がるのがめちゃめちゃ早かったんですよ。だからなんか自分の意識を上げるツールとして、そうなんだって思ったらそうなるから、そう、超意識ってすごいなって思います。だってもう何でもできる世界だから、こう頭打ちがないんですよね。こうできないとか制限とかそういうものがもう一切ない、一切ない。そういうもう本当に思ったものがすぐ叶うみたいな、そんな世界なので、それでそこからもあなたも私もそことつながれてるのが当たり前なんですよって。何があってもこう魂の成長とか進化成長するためだったら、何があっても感謝に変わるんですよね。そうそう、なんかそういう視点もね持てるとほんと幸せだなって思います。とか、あとはゴールはこれは必ず叶うって、もうここはもう1ミリたりとも疑わない。ここはもう決まったもんだっていう、もうここからの見方を全部してったら、今現実がここにあってね、ゴールこっからの視点で見てったら、
もう全部こうつながってるから、もういいことでしかないね。あ、超意識もすごいんだけど、でもそもそも自分も何同じだから、うん、そこがつながったら、まあ意識が上がるでしょうね。なんかもうどんなね感覚で昔過ごしてたかっていうのもちょっともう思い出せない感じではあるんだけど、なんか感情はわかるけど、なんか感覚が思い出せないみたいな、うん、なんかやっぱりこう現象とかをこう俯瞰する力がついたっていう感じですかね。俯瞰してこう意識をこう保ってられるみたいな、うん、でそれが体得できたらもうめっちゃ楽、本当にめっちゃ楽で、なんかね何にも気を使わないんだけど、変な気を使わないっていうかね、変な気を使わないんだけど、ずっとずっとうまくいくっていう、うん、逆か、変な気を使わないからこそスムーズにこう全てがねこううまーく何の力もなくスーンとうまくいくっていうね、そんな感覚です。うん、なんかもう本当に必要なものっていうのはそもそも自分の中にあって、うん、ただそれを思い出していくとか取り戻していくとか、ただそれだけ、本当にただそれだけなんだなと思います。多分超意識につながったら潜在意識とかもダダ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 って変わるのかもしれないね。うん、きっとでもそのベースというかタイミングが、あの人にそれぞれね、ベストな、本当にその人にとってベストなところでね、全部こうダーって変わっていく瞬間がねあるんだろうなと思います。なのでこういうの見ても焦る必要とか全くなくて、人と比べる必要も全くなくて、もう楽しみにしててくださいよっていう、もう焦んなくていい、焦んなくていいよ、この本当にベストタイミングで、自分にとっての、あ、これがあったからかーってね。でしかもそれをもうここの視点でお手に入れたら、もうこっちその時モニョモニョしてたこともすらもう楽しくいいことに変わるから、うん、全部 OK だなって思いますよ。またこっちの視点がね変わったら、過去のこととかももういい思い出しかないよね。うん、でしかも魂はねワクワクしてるから、そういう悩みとかジェットコースターの時って魂は経験したいのですごくワクワクしてるんですよね。うん、ということで、ではまた撮ります。